皆さん、こんにちは。2023年10月11日、史上初となる八冠を達成され、弱冠21歳にして、将棋の全タイトルを獲得されました藤井聡太さん。結婚間近と言われる大物女優の正体や、母親が明かす先天的に抱える難病の正体に一同驚愕。今日は、藤井聡太さんのことについて紹介します。まずは、藤井聡太さんの経歴とプロフィールから紹介します。藤井聡太は日本の将棋棋士、杉本昌隆八段門下、棋士番号は307。2016年に史上最年少で四段昇段を果たすと、そのまま無敗で公式戦最多連勝の新記録を樹立した。その後、五段を除く昇段、一般棋戦優勝、タイトル挑戦、獲得、二冠から八冠までのそれぞれの達成、名人獲得など多くの最年少記録を塗り替えた。さらに、史上初の八冠独占、史上初の6年連続での年度勝率8割以上、タイトル戦番勝負における初登場からの連続獲得で歴代1位の19回、史上初の一般棋戦年間グランドスラムなど数多くの記録を残している。デビューからの29連勝などは、各メディアが広く取り上げて大きな話題になった。藤井の活躍により将棋ブームが起こり、社会現象的な人気は藤井フィーバーとまで呼ばれている。5歳であった2007年の夏、母方の祖父母から将棋の手ほどきを受けた。藤井の祖母は、3人の娘のところに生まれた孫たちに、囲碁と将棋のルールを順番に教えていた。藤井は瞬く間に将棋のルールを覚え、将棋を指せる祖父が相手をしたが、秋になると、祖父は藤井に歯が立たなくなった。同年の12月には、瀬戸市内の将棋教室に入会する。将棋教室入会時に師範から渡された。500ページ近い厚さの諸子数春、駒楽地定石を。まだ読み書きができない藤井は符号を頼りに読み進め、1年後には完全に理解、記憶した。将棋教室の文本塾長によると、教室では1回3時間の授業を週3回行っているが、教室に通い出した藤井が週4回の授業を希望したことから、彼のために追加授業をした時期があるという。2010年3月、小学1年生で東海研修会に入会。この研修会では後に師匠になる研修会幹事の杉本昌隆に出会い、小学3年生の時には高田明校も参加していた。2011年8月、小学3年生で、第10回全国小学生倉敷王将戦低学年の部で優勝。同年10月には JT 将棋日本シリーズ東海大会の低学年の部で優勝する。翌2012年1月開催の第9回小学館学年支配争奪全国小学生将棋大会では伊藤匠と対戦している。研修会の日々について、後年同世代と切磋琢磨し、定期的にプロから教わることができた。大会などでは難しい感想戦もしっかりでき、そこで成長した部分がかなり大きかったと振り返っている。2012年6月には研修会 B1 に昇級し、9月に小学4年生で新進棋士奨励会に入会。この時、地元瀬戸市の FM ラジオ局の番組、ラジオサンキューに出演し、名人を超えたいですと語っている。藤井聡太の結婚相手に本田望結が急浮上。芦田愛菜との関係は最年少、名人と七冠に王手をかけている。将棋の藤井聡太の周囲が騒がしい。巷では、メジャーの大谷翔平の結婚相手ばかりが注目されていますが、
藤井も負けてはいませんよ。昨年の賞金総額は約1億2000万円でランキング1位。この他にも CM 出演料などがありますから。若干二十歳で数億円の収入はあるでしょうからね。同年代の女性芸能人たちが、虎視眈々と出会いのチャンスを狙っているのです。将棋の最年少七冠。藤井聡太竜王が全八冠制覇を目指して永瀬拓矢王座に挑戦する。第71期王座戦五番勝負第4局が11日、京都市のブエスティントホテル京都で行われ、後手の藤井が勝ち、シリーズ対戦成績を3勝1敗とし、王座を奪取し、史上初の全八冠制覇を達成した。21歳2ヶ月で金字塔を打ち立てた。14歳の中学生でプロとなってからわずか7年。21歳2ヶ月で棋界の頂点に駆け上がった。八冠を獲得した藤井新王座の年収はどうなる？日本将棋連盟の22年の獲得賞金対局料ランキングでは、藤井は1億2205万円で初めて1位になった。藤井は自身初。将棋界では史上最速&最年少での1億円プレイヤーとなった。21年は6996万円で3位だったが、一気に5000万円以上を上乗せした。これまでの将棋界での史上最高額は、95年の羽生善治九段の1億6597万円。今年、藤井は棋王、名人、王座を獲得したため、史上初の2億円超えの可能性もある。これまで、藤井のお相手候補の筆頭と目されてきたのは、女優の芦田愛菜だったが、ここに来て棋豪対抗馬棋豪の名前も急浮上しているという、同じ子役として活躍し、この4月から早稲田大学に入学した本田望結ですよ。藤井は、まだ女性慣れしていないでしょうから、あの豊満なバストで迫られたら一コロ。鎌田以外にも、アイドルグループの中にも藤井を狙っているものは多く、将棋イベントなどのゲスト枠は争奪戦になっています、と、週刊実話ウェブが報じた。芦田愛菜さんと藤井聡太さんの二人がお似合いと言われている理由と、二人の結婚の可能性はある？について調べました。また、芦田愛菜さんの身長が低く非公開になっていることと、実は病気で身長が低い？のかについても調べました。芦田愛菜さんと藤井聡太さんの二人は、なぜお似合いと言われているのでしょうか。また、お似合いと言われる二人の結婚の可能性はあるのでしょうか。芦田愛菜さんと藤井聡太さんの二人がお似合いと言われている理由は、サントリー伊右衛門新成人茶会の対談をしたことから言われています。芦田愛菜さんと藤井聡太さんは、お互い上品さを兼ね備えています。特に、落ち着いた雰囲気と丁寧な言葉遣いが上品で、二人はお似合いと言われています。藤井聡太さんは猫好きなんだそうです。そして、芦田愛菜さんは猫を飼っています。二人の対談で猫トークで盛り上がったことから、二人はお似合いと言われました。猫を見るとなんとなく幸せになると。二人は共感していました。芦田愛菜さんと藤井聡太さんの二人が CM 共演で対談をしたことで、お似合いと言われていますが、二人の結婚の可能性はあるのでしょうか。芦田愛菜さんの好きなタイプは、常に目標を持ち、一生懸命にやる人がタイプのようです。藤井聡太さんのように目標を持ち、前に進む人がタイプのようです。藤井聡太さんの好きなタイプは、以前にニコニコチャンネルのインタビューで、ショートカットの女性がタイプ、と答えていました。それ以外の情報はありませんでした。二人の結婚の可能性は、ゼロではないと思いますが、藤井聡太さんは今現在将棋に夢中で、
女性とお付き合いしたり遊んだりすることには興味がないようです。藤井聡太さんは今は目標が名人になることなので、そこに到達するまでは結婚はなさそうです。芦田愛菜さんも大学へ進学しましたので、学業に励むことが優先でしょう。この先の二人に注目ですね。藤井聡太さんは発達障害や病気があるのでないかと噂になっています。藤井聡太さんには発達障害や病気はあるのでしょうか。調べてみましたが、藤井聡太さんに発達障害や病気があるという情報はありません。しかし、なぜ藤井聡太さんにこのような噂があるのでしょうか。藤井聡太さんが発達障害や病気と言われる理由として、話し方が独特、人見知り、頭が良くて天才、一つのことに集中しすぎる、このような理由があるのではないでしょうか。藤井聡太さんが障害だと言われる理由に、話し方が独特があると思います。藤井聡太さんのインタビューを見てみると、インタビューを聞いていると藤井聡太さんの話し方は独特なように感じますよね。またアスペルガーや自閉症のある方は話し方が独特だと言われることも、このように発達障害がある方には独特な話し方をする人もいることが分かりました。藤井聡太さんの話し方が独特なので、発達障害だと思った方もいるのではないでしょうか。藤井聡太さんが障害だと言われる理由に人見知りがあると思います。藤井聡太さんのインタビューを見てみると、目を閉じたりする場面が多いように感じます。藤井聡太さんはインタビュー中に、目を閉じる時間が長いように感じます。また下を見ることも多く、耳知りなのではないか、とも感じますよね。しかし、世間の反応を見ているとこのような声も、このような意見もあることがわかります。また相手に失礼のないように、考えて言葉を選んでいるとも考えられます。相手の顔を見ないからといって、人見知りだと断定はできないですよね。藤井聡太さんが障害や病気だと言われる理由に、頭が良くて天才があると思います。藤井聡太さんは、史上最年少王将や五冠なども成し遂げ、天才とも言われています。また、藤井聡太さんの出身高校は名古屋大学教育学部附属高校です。この高校は国立で、進学校としても知られています。藤井聡太さんが頭がいいことがわかるのではないでしょうか。しかし、頭がいい人の中には、発達障害のような方が多いと言われています。頭の良い方が、発達障害というわけではありません。しかし、中には頭の回転が速い方もいることがわかりますね。藤井聡太さんは頭がよく天才と言われるので、発達障害と言われるのかもしれませんね。藤井聡太さんが障害や病気だと言われる理由に、一つのことに集中しすぎるがあると思います。藤井聡太さんは、2014年の14歳の時にプロデビューをしました。なので、幼少期の頃から将棋をしていたことがわかります。藤井聡太さんの幼少期のエピソードとして、というエピソードがあるそうですね。藤井聡太さんの集中力がすごいことがわかりますね。しかし、発達障害の人の中には、一つのことに集中しすぎる方もいるんだとか、発達障害の人の中には、集中力がすごく大きな成果を上げる方もいることがわかりました。藤井聡太さんは、将棋に対しての集中力がすごいですよね。それが理由で発達障害などと言われることもあるのではないでしょう。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。